まだ無理かな。今はついていくのが精一杯だし。そうだ。そうすれば、この先もきっと。あれ？仕切ったら起きてたの？そっか。嬉しいけど、なんか恥ずかしいね。ねえ、仕切。もしもよ。もし私が本当の吸血鬼になったら、シキはどうするかな？だから、もしもの話。生きるために他の生命を奪うことは、自然界じゃ当然の摂理だと言ったでしょ？だから、もしも、私がそうなってしまった場合の話。そう？私はイフって好きよ。どんな結果になるかわからないけど、とりあえずその時は救いがあるような気がするから。うん。だから、四季がもっとひどいやつだったら、私はどうしてたかなって。大好きよ、四季。こんな気持ちを持たせてくれて、それを言葉として伝えさせてくれるなんて、本当に優しかった。それじゃあ、四季が目を覚ます前に行くね。面と向かってさよならが言えないから。これで許して。やば、学校。はあ、なんか緩み切ってるな、俺。
そう思うだろう、歩く。アルクエイド。ちょっと待て。なんでなんだ、アルクエイド！